MMA 葵さん、200回ありがとうございます。革命軍 VS 世界政府、黒ひげ VS 赤髪を先にやるんじゃない。革命軍にとって現世界の権力者は敵なんじゃないと。この後どうなるんだろうな。全体的にこの革命軍の士気の高まり方と、もうシャンクスワンピース取り行っちゃったよみたいなところなんですけど、これもだからワンピースが何なのかをが分かんないと、どこに向かうかが確かにならないんだよね。ラフテルにある莫大な宝のところに向かうのか、それとは違う意味を持っているのか、ワンピース複数説とかその辺も含めて。シャンクスと黒ひげがぶつかる感じはしないね、今んとこ。シャンクスはラフテルにまっすぐ、だから空を飛んでいくのか、何らかの形でラフテルに向かうんすけど、黒ひげがワンピースを今すぐ取りに行かない限りシャンクスとぶつからないもんね、これね。っていうことはやっぱり、まあ俺が想像してたのが、黒編とその黒ひげ編みたいな言い方でね、ホヤッキーさんのとこで話しましたけど、大筋イーストブルー編で起こったことが最終章編で起こるみたいなことがこう正しかった場合、黒編っていうのが革命軍 VS 海軍世界政府が勃発するみたいなのを想像してんだよね。で、漁夫の利を狙ってるのが黒ひげっていう、でそれをシャンクスが止めるんじゃないかってい う考察みたいなことなんですけどね。黒編っていうのが、黒猫海賊団っていうのが、まあ黒に、まあ最終的に操られてるんですけど、まず黒猫海賊団がシロップ村に襲ってくると。でそれを迎え撃つような形でウソップたちは北を守ってたと。ただその黒猫海賊団は北を守ってたのに南から来たと。で逆だったっていう描写で、奇襲みたいな感じになっちゃうみたいな。ウソップが待ってたところとは逆側から来ちゃうみたいな。でこの立地とか、こっち側を守ってるのに逆から来ちゃうとかっていうのって、このマリージョアを戦場としたらそれも起こりうるかなみたいなね。革命軍が襲ってくると思ったら、新世界側を守る、迎え撃とうとする海軍がいるはず。で、それを逆側から、旧マリンフォード側から攻め込まれたら奇襲は成功するみたいな。なんかそういう図式って起こり得んのかなみたいな。で、黒猫海賊団が襲ってくるんですけど、それ、なんで襲ってくるかっていうと、黒猫海賊団はほぼ関係ないのあるしね。本当は黒が、カヤに衣装を書かせて、あと全員皆殺しにするっていう玉乗りというか、美味しいとこ取りを黒は狙ってる。それを狙ってんのが黒と対応するキャラクターとして黒ひげなんじゃないかっていう。で、まあ、10本の爪みたいなのがありましたけど、それが10人の巨漢船長とリンクしてるんじゃないかみたいな。それをこう、スケールアップさせるんであれば、そういう感じになる。はずなんで、革命軍 VS 世界政府海軍っていうのがバチバチである中で、玉の利を狙おうとして世界の王になろうとしてるというか、全員皆殺しにしようとしてるというか、この遺書とかカヤとかっていうのがイム様とかとリンクしていくと熱いんだよな。ワンツージャンゴで催眠で敵を強くする能力があるジャンゴがいる。そのね、スケールアップで言うと革命軍にコブコブの実の能力者がベロベティがいるっていう、それを止めたのが黒編では麦わらの一味なんですけど、こっちではそれがシャンクスになるとか、この予想で言うとシャンクスそこに絡んでこなそうだ、ね、もしこの仮説がね、大雑把あってたとして、っていうことは止めようとするの誰になる、黒ひげを。それが麦わら大戦だと。まあ難しいな。アラバスタとドレスローザって、まあそういう意味でのこのスケールアップの関係になってると思うんですけど、北欧がなんかこう操られて乗っ取られるみたいなさ、こっちはマネマネの身で、まあこっちはイトイトの身で、北欧が国民を傷つけるみたいな描写がどっちにも描かれているとかね。あとはキロキロとトントンとかね、スパスパとブキブキとかね、上位互換の能力者がいるとか、であと海軍のこの時の大佐のスモーカーをメラメラの実のエースが止めるっていうのがあって、ドレスローザには海軍の大将のフジトラをメラメラの実のサボが止めるみたいな。海軍の偉いやつをメラメラの実の能力者が止めるっていう図式もあるみたいな。これはもう結構偶然じゃなく絶対仕掛けてるだろう小田先生っていうレベルで、細かいのを挙げればきりないよね。めっちゃあるよね、アラバスタとドレスローザ間違いないでしょみたいな。で、まあ唯一の違いとしては、アラバスタはクロコダイルの野望は果たせなかったというか、クロコダイルがアラバスタを乗っ取る前にルフィが阻止した。でドレスローザはもう乗っ取った後の話だ。こっちが野望が成就しなかったパターンと成就したパターンみたいな、後半の方が成就してるんで、それで言うとその黒編と黒ひげ編みたいなのが対比関係にあるんだとしたら、
黒はクロコダイル同様、自分の野望は成就できなかったけど、黒ひげは自分の野望が成就されるんじゃないかみたいな、なんかそんな感じのざっとの展開を予想してるんですけど、シャンクスどうなるんだ、ルフィどうなるんだとかね。ルフィはラフテル目指すでしょ、でシャンクスもワンピース目指すって言ってるでしょ。革命軍と海軍のバトル、それを玉ノ里にしてる黒ひげがいるとかって言うんだったら、別のこととして描かれていきそうだよね、完全に。これはこっちにシャンクスも絡むと思ってたんですけど、黒ひげ側にこっちにも絡まずに、真実を知るとか世界の真相を知る、世界をひっくり返すための目的とか方法を知ろうとしているルフィたち、シャンクスたちに対して、世界をもう丸ごと乗っ取ろうと漁夫の利を狙っていく黒ひげとかね、もうすぐにでも行動しようとしている奴ら組に分かれていく。じゃあバギーどっちにつくんだとか、そういう話になってくるのかな。ここまでの壮大な妄想がある程度正しい場合、バランス的にはバギーもこっちだよね、ラフテル側だよね。世界を知るとか、この世の全てを手に入れようとバギーはしてるみたいな。で麦わら大船団じゃあどうすんだとか、ガープどう動く、戦国どう動くとか、ローキッド全部こっちだよな。ワンピース目指してる側と政府ぶっ倒す側、世界の王になろうとしている側に分かれていく感じがものすごいするな。もう楽しいな俺一人ごと聞いてもらえてんのかな。ちょっと冷静になっちゃったよ今。俺なんか俺全員寝てんじゃねえのかと思ってた今。ずーっと喋ってたけど今俺。スケールアップがどうとかさ、黒ひげ編と黒編がどうとかさ。あきげ。寝てた人もいるし聞いてる人もいる。そんな感じでございますと、革命軍 VS 世界政府、黒ひげ VS 赤髪を先にやるんじゃない。革命軍にとっての現世界の権力者は敵なんじゃないっていうね。これに対して回答させていただきました。壮大な妄想にお付き合いいただきました。エコーさん、ニャコジありがとうございます。サメが出てきたシーンが上手に似ていたり、島の形がユニバのオブジェに似ています。ベガパンクは毒？いや、俺ちょっと、この辺あんまわかんねえんだけど。毒って誰だ？なんかそういう科学者みたいなやつがいんのかな？ジョーズとかその辺。ユニバーサルスタジオでの有名なキャラクターみたいなので。ジョーズもあったっすけど、ジョーズじゃない、なんとかって映画のやつもなんかツイートで見たな、そういえば。ジョーズじゃなくてなんだっけ？まさにそのパッケージでサメに食べられる瞬間の、バックトゥーザフューチャーのあいつか。あのおじいちゃんか、科学者は。メグザモンスターっていう映画のパッケージのやつもこのサメのこれなんだよね。小ヤッキーさんが紹介してた。そのオマージュをガンガン入れ込もうとしてんのかな？ユニバーサルスタジオオマージュを。ちょっと、なんか他にも例があるといいよね。小安さんは B 級サメ映画紹介する回やった。マニアックだな。ジョーズ以外にもサメ映画がいっぱいあるみたいなことなんだ。小田先生どんだけ色々知ってんだろうな、マジで。まあね、だから物語の根幹に関わるそれがオマージュになっているのか、例えばその菅原文太さんとか松田優作さんとかっていうオマージュって、まあ喋り口調とかね、松田優作さんのちょっと手当て急ぎなさいよみたいなさ、松田優作さんっぽいセリフ口調で顔も一致なんでしょうけど、松田優作さんの人生とか松田優作さんのさらに深い何かが投影されてる感じはしないとかね。であとはその実際に史実上にいる海賊たち、これも名前だけのオマージュの可能性もあるんで、遊び心としてそういう何らかの映画のオマージュ描写をこの一コマにだけ描いたとかね、なんかそのパターンの可能性が一番高いんじゃないかっていうね。そっから先に法則性を見つけられたらね、熱いんでしょうけど、まあ今のところ思いつかないね。そのアンボニーもジュエリーボニーの名前になってるけど、アンボニーとジュエリーボニーは紐づかないもんね。アンボニーの人生とはね、鉄人28号とかね、名前だけオマージュ、デザインだけオマージュとかね、そっち系もまあ箇所箇所にありながらのやつなんで、まああとあれもか、有名なのはドレスローザで小人の国で、まあガリバー旅行記オマージュがあったんすけど、仮にあれロビンがガリバーなんだったら、もっと小人の国の政治にね、ロビンが関わっていく、そのガリバー旅行記オマージュを正確にやるんだったら関わっていくっていう流れになるはずなんすけど、まああそこはあのシーンをポンってオマージュして、それ以上の深い物語の骨格のオマージュには至らなかったみたいなね、そういう例もあるんで、その辺はまあ冷静にこう考えていきたいところでもありますと。